ただは、グアム島中部の村。ほとんどが、住宅地からなり、中心集落は、グアム国際空港の南側、8号線、10号線、16号線の交差点付近に位置している。空港の東側に位置する、バリガダハイツと呼ばれる一帯には、空港やタモン湾に面したホテル群など、グアム島の大部分を見渡せる、抜群の眺望が得られる住宅が多く、 島の中では裕福な部類の近隣住区とみなされている。第二次世界大戦中の1944年8月2日から8月4日にかけてグアムの戦いの最中、今日のバリガダハイツに陣取っていた日本兵たち対してアメリカ海兵隊が攻勢をかけた。やがて日本側の戦線は崩れ、米軍は日本軍を北方へと追い立て、戦闘に勝利した。 近年、バリガダを通る3本の主要道路は、いずれもアメリカ軍を称える名に改称された。8号線は、パープルハート、メモリアルハイウェイ、10号線は、ベトナムベテランズハイウェイ、16号線は、アーミードライブとそれぞれ解消された。8号線と16号線の北には、以前は、アガナ海軍航空基地の跡地があり、その大部分は、バリガダの領域に入っている。 アガナ海軍航空基地は1990年代半ばに閉鎖され、敷地や建物はグアム政府に移譲され、元の基地の建物の多くは行政機関の事務所として活用された。海軍航空基地に付属していた住居施設は大部分が取り壊され、空港関係の商業施設のために場所を空けた。元々のチャモロゴの地名 T ジャンが復元されて、この一帯を指す名称として、 一般的に用いられるようになった。アガナ海軍航空基地の閉鎖によって滑走路の北側に新たにセントラルアベニューとサンセットブルバードが一般車が通れる道として開通した。道路番号はついていないものの一定の交通量がある近道がバリガダからタムニニア、グアムの経済的中心地であるタモンへと通じている。グアム国際空港にある グアム国際空港局の事務所が入っているメインの旅客ターミナルグアム国際空港を運営している。グアム国際空港局はバリガダの空港施設内にあるメインの旅客ターミナル内に置かれている。グアム環境保護局は本庁と作業施設が T ジャンにある。グアム警察署も T ジャンに本部庁舎を構えている。アメリカ合衆国郵便公社は バリガダ郵便局を運営しているが、これはグアム島の中央郵便局であり、グアムメインファシリティと称されている。連邦航空局は T ージャンの1775アドミラルシャーマン、ブールバールに所在するグアム航空路管制センターを運営している。グアム航空路管制センターはトレイコンと航空交通管制をグアム島からのレーダーが届く範囲に提供している。 アメリカ国立気象局は天気予報事務所を T ジャンの3232フエネメロードで運営している。この事務所ではグアム島に加え北マリアナ諸島、米領ミクロネシアの天気予報を行っている。フリーダムエアは本社を T ジャンのビルディング17から80エイリム、シャーマンブールバールに置いている。ルイス P、アンタランミドルスクール公立学校。 編集グアム島では、グアム公立学校システムが全域で取り入れられている。バリガダには、幼稚園児から小学5年生までが、同じ学校に通う K-5 小学校が2校あり、中学校は、ルイス P、アンタランミドルスクールがあるが、高校はない。バリガダは、マンギラオにあるジョージ・ワシントン・ハイスクールの校区に入っている。私立学校、編集グアム公立図書館システムは、 177-3、ローグドライブにおいて、バラガダ図書館を運営している。ありがとうございます。